すみません、ありがとうございます。いや、お疲れ様でした。いいけど、本当にお疲れ様です。ちょっとダメでした、今日は。いや、もう連日連夜ナイス、緑で。いや、これをね、連日やっぱとりあえずこう、ウィンターカップお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、悔しい結果には、うん、ね、僕もこう見てて、こうもどかしい気持ちだったんですけど、そうですね、なんかうまく乗せれなかったですね。まあね、すごいなんか今回の試合、本当にこう点差より何よりこうタイミングっていうところで、まあ、こう持っていくところを開始が持っていったっていう印象、運もなかったしね、うん、運がやっぱりあったなっていう。まあ、けど今年はやっぱ先生もこうあのウィンターカップで、あのトドロイ君もいてっていう、またこう一つ思い入れのあるチームだと思うんですけど、どうでしたか、この今年のチーム自体は。まあ今だから言うけど、このチームで日本一になれるのかなっていうね、あの、まあ、トドロキは確かにうまいけども、後の選手っていうのは、まあ、中学時代無名だし、まあ、そういうね、代表の子でもないし、サイズもないし、まあ、留学生もまあそう飛び出してるね、飛び出てるわけじゃない中では、いやいや、よくここまでで戦ってるなっていう気は振り返ればね、あのしますね。やっぱりやってきた大堀さんとか、今日の開始さんとか、昨日の中部大地さんとかの選手に比べても、ね、サイズもスキルも、うん、じゃあまだまだだなと思いながらですね、まあ、練習量とチーム力というか、うん、でね、頑張ったかなという気がしますね。まあ、見ててもこうやっぱりこう成長度がすごい素晴らしいチームだなっていう、やっぱこのトドロイ君って言われてたチームが、最後のこのウィンターカップ決勝ではもう誰がこう主役になってもいい、そんなチームにこうなれたのがやっぱり素晴らしかったかなって思いますね。まあ、平岡もよくね、あれだけ決めたし、まあ、木戸もよしよし頑張って決めてくれたし、やっぱそこは3年生ですね、さすがに。だけどね、本当このタイミングというか、ね、本当あの悔しい、いや本当は実力差でいうとね、見てても、ね、点数とかのところじゃないなっていう、点数ほどの差じゃないっていうのは、あの、ね、タイミングが悪い、スリーポイントを連続で決められたりとか、乗り切れないところがあったと思います。惜しかったですね。いや、ちょっと見たかったですけどね、今年特に僕はちょっとあのウィンターの優勝杯を上げてるところを見たかったなって思いが強かったので、そういつもうまくいきませんよね。まあこれでね、またあの来年も崎山くんがこの思いでどうチームを引っ張ってくれるかっていう、はい、ところですけど、いや、まあ引き続きあの第一さん、僕もあの思い入れのあるいろいろよくしていただいてる方向なんで、まず僕ら全国大会に出れるかどうかという、あの厳しいところがありますから、福岡自体がそうです。いや、本当にあの今年はとりあえずお疲れ様でした。本当に連日お疲れ様でした。ありがとうございました。